猿酒って知ってますか皆さん。知らないし、知らないし、猿酒それ見て終わる人生ならそれでいいチャレンジャーね。だから俺に見せてくれって、うん、めっちゃ頼んでくるから、うん、見せたの、うん、そしたらその住職1年後嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。よろしく。おお、よろしく。よろしく。頼むな。もう全てを任されたお前は。頼んだぞ。はい、もうだったらもう普通に言うよ俺最初から。みんな酒は好きか。酒好きだー、好きだー。言わされてる感じがもう感情こもってないな。今日はその酒の話をしようと思ってて、猿酒って知ってますか皆さん。知らないし、知らないし。猿酒、一般的に猿酒っていうと猿が果物をね、ほら穴とかに放置してて、それが自然に発酵してできた酒のことを猿酒っていうらしいんですよね。一般的にはそれを指すんだけど、ちょっと怖い意味を持った猿酒っていうのがあって、猿酒の中身を見てしまうと絶命してしまうという。そんなわけないでしょ。またまたまたお前何言ってんだお前。今日はその話をちょっとしたいと思います。おい、おい。秋田県の民話でずっと昔から伝えられている話なんだけど、はい、ね、あーもうガチなんですね。そう、ハブ酒とかあんじゃん。ハブをずっとつけて酒作るみたいな、うんうん、まあイメージ的にはそんな感じで、はいはい、猿をつけるんですよ。いい、絶対まずいよ。まんま、まんま。ハブはまあ全部ボンって感じだけど、猿は全身って感じだよね。あ、まあ毛があるもん。うん、一応作り方があって、でっかい猿を3匹取ってきます。そいつらの胆のと背中の肉を全部削ぎ取るんですよ。それを30日間水につけるんですよ。まず水につけたらその時日光でそう乾かす。あ、一回干からびかす。干し物にする。そうそうそう。乾いたら酒につけるんですよね。でそれで十分酒につけ込んだら、今度はまたそれを乾かすんですよ、日光で。また乾かす、また乾かす。そうで、それをまた塩水で3年間漬け込むんですよ。塩水、でそれで、でそれで完成で、こうやって作ったこの猿酒っていうのはお腹の万能薬によく使われていたらしいんですよ。秋田県に伝わる昔話に関係していて、平安時代の島田源助という人物が持っていたと言われています。で、この猿酒を作ったのがまた別の人物なんだけど、清原武則という当時の武将で、この武則が大猿3匹持ってきて、うん、猿酒を作ったと。今言った清原が武将で、その部下が島田っていうやつだったのね。当時戦争が起きて、そこで清原家は壊滅してしまったの。その時にこの猿酒を持って逃げ出したのが島田源助と言われております。で、源助はこの猿酒を使って薬屋として生計を立てていた。まあ何でも治すことができたから、これ何でも治すことができるっていう一方で、この酒の中身を見てしまうと絶命するっていう言い伝えもあったわけ。これは本当にその中身を見たらなくなるのかって気になってるその住職がいたんですよ。だからね、そうだから見せてくれっつって、源助はそういう言い伝えがあるからちょっと見せることできませんって断ったらしいの、うん、いやでももうそれでもいいみたいな、それ見て終わる人生ならそれでいいっつって。チャレンジャーよね。だから俺に見せてくれって、うん、めっちゃ頼んでくるから、うん、見せたの、うん、そしたらその住職1年後にガンで亡くなってしまったと。早いな割と。で住職が亡くなって、その息子が父親が猿酒を見て亡くなったらしいから俺にも見せてみろって言って、その息子も見たのよ。その息子も今度は1週間以内にガンで亡くなったっていう。1週間以内、一家そろ、一家そろ、やばいですね。源助もあこの言い伝えマジだってことで、うん、今後はもう誰にも見せないようにしたと。事例があるとマジで信憑性高いよ、うんうん、怖いね。でも言ってもまあ話だけだから今のところ信じられるかみたいなことを思うかもしれないんだけど、猿酒の存在を表す証拠となる画像が1枚あります。あ、画像あるのこれ。それをみんなに見ていただき、中身、中身とかじゃないよね。そう、中身とかじゃない、こちらの画像です。まあこの肖像画なんだけどね。あー、うん、なるほど。江戸時代の冒険家が秋田県に訪れた時にこの猿酒を見て描いたものとされています。やっぱ中はね、厳重にこうやってたのね。で、これが今でも秋田県のどっかに現存するらしい。今でもあるの、まあ、作ってる人がいるってことか。そういうことでございます。作ってはないでしょ。作ってはない。そう、これこのもの自体がずっとでしょ。そう、これが今でも秋田県のどっかにあるらしいという。何年物の酒よ。専門年物元に2017年にテレビで特集されたことがあるのよ。
この丸酒が。あと昭和にね、ちょっとこれ見てほしいんだけど、新聞で菅山墨時代の猿酒現存するって、これちゃんと現存する、こういう新聞も残ってる。へえー、だこういう昭和のやつとか、そのね、2017年にテレビで特集されたとかあって、このメディアでの露出も著しいと、意外と、猿酒は大猿から作られてるって言うんだけど、民話ではこう記されてるんですよ。冬のある日に大猿を見つけ、命乞いをするのを無視してこれを置いた。調べてみるとそれは妊娠した猿で、そのたたりで家が没落したっていう話がまあ伝わってるわけですよね、民話で。民話でこう書いてあるわけ。家が没落したって、この物理的な家じゃなくて家計を指すわけよ。だからこのメス猿をバンって撃っちゃった人のその家系が呪いで、その一家全滅したっていう。一頭のメス猿で一家を没落させる呪いの力があることから、猿酒ってさ、その三頭の猿で作られるじゃん、うん、だからもう三頭もその原料にしちゃってるから、そのこの呪いって結構そういう理由なんじゃないかなっていう。あー、すごい呪いがね、うん、そうあるのかな。またこの猿酒の呪いの謎を紐解くかもしれない重大な人物がいるんですよ。その人物が菅江真澄といって、気候家っていうんだけど、まあ冒険家みたいなもん、うん、何を隠そう、この菅江真澄は今喋った猿酒のこの作り方とか、このさっき見せたこの画像、はい、画像も描いたのも菅江真澄。菅江真澄は30歳で故郷を離れ、50年ほど全国を旅した。旅先の各地で土地の民衆習慣、風土、宗教から自作の鹿まで数多くの記録を残した。特に彼のスケッチ画は再現度が高く、学術的な記録としての価値も高い。この猿酒の絵もそんな菅江真澄が描いたので、再現度が非常に高く、実物に限りなく近いと言われている。っていうことは、この菅江真澄っていうのはこの猿酒とかなりもう密接な関係にある人物と、まあ、言えるわけよ。そんな菅江真澄が書いた紀行文雪の出会道っていう資料があって、次の一文を見ていただきたい。まあ、この文章があるんだけど、病を癒す、うん、これはまあ普通にこの酒は万能薬だよっていうことを指してるんですよ、このヤロズの病を癒すみたいな。でちょっと注目してほしいのが、目の君にてソーライバってあるじゃん。この目の君って、そのさっき言ったみたく妊娠の猿のことを指してるんだろうなって今まで言われてきたんだけど、目の君、その妊娠した猿じゃなくて猿目の君っていうのを指してるんじゃないかと言われる。猿目の君、猿目の君って古代神様とかがいた時代、雨のうずめとか聞いたことない？なんかあるね、パズられない、パズられないその雨のうずめの子孫の一族と言われてるんだよね。でその猿目の君が一体何者なのかっていうと、巫女の一族だと。巫女さんで言ったらどういうイメージが湧きますか、皆さん？神の使いみたいな。ああ、まあ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 、神の使いとかそういうお祈りをしたり、うん、そういう仕事をしているっていうイメージがあるじゃん。それに加えて巫女さんって、今ではあんまそういうイメージないけど、この時代って巫女さんって大体生贄にされてたんですよ。今まで喋ってきたこの妊娠した猿の呪い、これでさえもう怖いのに、さらにこういう巫女のその生贄の話とかが絡んでくるってなると、うん、恐ろしいですよねっていう、まあ、でまあね、この菅江真澄が作り方とか画像に残して詳しく現代まで語り継がれてるわけじゃん、うん、昭和には新聞で報道されて、で平成にはテレビでも大拡散されてるのにもかかわらず、猿酒の写真ってめっちゃ調べたけど一個もないんだよね。ないんだ、その生の写真がないんだ。そう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 、この事実を見ると、猿酒を見たら本当になくなってしまう、絶命するっていう信憑性がより持たされるというか、そこまで厳重に守ってるぞと。そう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 、皆さんも秋田県のどこかに今もこの猿酒が現存するらしいので、猿酒にはご注意ください。信じるか信じないかはあなた次第です。付け加えなんだけど、今回話した都市伝説に限らず、猿ってそういう呪術的なやつと意外と関係深い。なんでかっていうと、こう人間とやっぱ似てるから、生贄の代わりに猿を差し出したりみたいな、そういうのも今回話したやつは路線ずれるけど、そういう話が結構あって。確かにあるね、猿ね。そう、猿の手みたいなのなんかない？ああ、それもあるね。うん、いろいろある猿。詳しいなお前なんだお前、よく見ると猿っぽいし、やめろお前みんな猿と同じ一族だったもん。じゃあ作ればいいじゃん。作る猿酒じゃん。うん、いや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 、長期企画、3年ぐらいかかるから急に見せればいいでしょ。あ、そう、やめろ、なくなっちゃうよ。マジマジマジ、急に自分あと3年ぐらい。いや、マジマジマジ、よくない、よくないよ、それ。年と一週間。一週間ね。はい、というわけでね、今回の都市伝説ちょっとでも怖いなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。しますそれでは次の動画でお会いしましょう。バイ。
なんかやな。だな。